はい、本日はですね、こちらノースフェイスのアンタークティカバーサロフトジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。このジャケットはですね、結構ノースフェイスの中でも比較的年齢層がぐっと若いんですよね。だからノースフェイスといえば、まあ30代、40代ぐらいの方が多いんかなと思いきや、このフリースに関しては20代もぐっと食い込んできてね、あんまり僕のおじさんトークとかべしゃりトークあんま聞きたくないっていう方もいらっしゃいますので、まあ端的に短くパンパンパンといきたいなと思います。まあ、ちなみにこのジャケットはね、僕去年に購入してるので、もう1年ぐらい着用してるっていうことで、ちょっとね、洗濯も何回もしてるから下手っては着てるんですけども、ちょうどそれも見ていただくのいいじゃないですか。だからね、ああでもないこうでもないって言いながらね、見ていただこうかなと思いますし、本日の一応流れとしてはね、良かったとこ悪かったとこ、そしておすすめの人とおすすめのサイズ感という順番でお話はしていこうと思ってるんですけども、これはねご安心ください。僕のお話をペラ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 話していくわけではなくてですね、皆さんのレビューとかっていうのが、購入レビューがあるじゃないですか。そこをベースにねお話していこうと思いますし、僕自身も共感できるところはね、めちゃくちゃわかりますよと。で、これこうですよねって、皆さん僕も同じ風に思ってるんで仲間に入れてくださいねなんて思いながらお話ししていくつもりではありますので、まあ、僕一人の意見というよりかは、まあ皆さん購入された方が結構こういう風に思われてますよなんていうところをね、僕のねべしゃりとともにお届けしていきたいなと思います。ではね、まず最初に早速良かったところっていうところをお話していこうかなと思います。良かったところはね、やっぱり最も多かったのがね、めちゃくちゃあったかいということなんですね。このめちゃくちゃあったかいっていうのは、それはそうですよね。ちょっと特にこの毛足を見てもらいたいんでね、アップの映像を見てもらおうかなと思うんですけど、このねフリースの中でもめちゃくちゃこうやって毛足長くないですか。で、毛足ってやっぱ長ければ長いほど保温力はやっぱ高まるんですよね。で、逆に短ければ短いほど、ここにねあったかい空気っていうのを溜めれないので、その分まあ寒くなってくるって、まあフリースはあったかいんやけども、それは毛足が長ければ長いほどあったかいには越したことないんですけど、まあそういった理由からね、まずあったかいっていうのがこう見るからね分かりましたね。モフモフのクマさんみたいなねフリースが使われてて、もちろん首元なんかもね同じようにこのモフモフのね、これに冬場包まれてみてくださいよ、もう幸せじゃないですか。なんかこう歩くこたつみたいな、ね、こたつの中にずっと包まれてるぐらいのこうモフモフ感があるんですよ。そやからね、見てもらったらね、あなるほどなって思ったと思うんですけども、その毛足の長さ以外にもね、これまあパッて着ていくじゃないですか。あ、ちなみにね、毛足が長いっていうのって女子好きですよね。こういうモフモフなんて絶対女子好きじゃないですか。だから女性の方もね結構これ着てはると思うんですけども、こうまあ着用パーってした時にね、この首元めちゃくちゃ上まで来てるじゃないですか。だからね、パッてレビューであったのがね、この首元の高さ、そして袖口のサムホールってこの指だけね出すタイプになってるの、それ以外にやったらこの腰の部分の裾のゴムのきつさ、この3つがいかに保温力を高めてるか分かりましたというめちゃくちゃ的確なレビューがあったんですね。もうそれ言われたらわし言うことないやないかと。そこまで的確にあんたレビューできんやったら YouTuber になった方がいいですよっていうぐらいめちゃくちゃど真ん中をついたねレビューがあったので、もうそれを引用させていただいたんですけども、これちょっとね一番上まで首締めてみました。めちゃくちゃあったかそうでしょ。もうほんまに首全く見えてへんぐらい、もう上までねガードされてるから、もちろん後ろもそうやし前もそうやしね、まあこういったところがね保温力につながってるんじゃないかというところでお話をされてました。で、それ以外のね良かったところっていうのはどういうところが良かったかというと、サイズアップして良かったですわというお声も多かったですね。サイズアップして良かった、どういうことかなということで、先ほども言ったみたいにこのね腰回りとかは比較的こうゴムがギュッてきつめなんですよね。で、それ以外にも身幅というかこの胴回りが結構スリムなんですよ。だから普段購入してるサイズ、例えばユニクロで L サイズ着てますと、でノースM着てますと、ほんなら L 買おうかなと思うんやけども、 L やとちょっと狭いというかね、ちょっと着丈もねグッと短いイメージが、ショート丈みたいな感じだからね、まあもう一個サイズ上げた方がまたちょっと気持ちに余裕を持って着れるっていうところで、皆さん大体ワンサイズ上げてはるんちゃうかなと思います。僕もねちなみにこれ普段 L サイズ着てるんですけど、これに関しては XL、 バーサロフトに関しては XL 着てるんですよ。で、サイズ的にはぴったりというか、まあちょっと余裕があるかなぐらいでも、 L になるとほんまにチュンチクリになってね、ちょっと動くんしんどいかなと思ったりするんで、まあ、サイズアップは皆さんほんまに基本的にはワンサイズ上げてはるんかなと思います。ただね、これ女性の方はねちょっと分からへん、女性はねなんかサイズ上げたら微妙でしたみたいな声もあったりしたから、まあ、男の人やったら普段着てるサイズでジャストに着ちゃうんか、もう一個上げて微妙にゆとりも出すんかぐらいでね、そんなオーバーになることはないんで、まあ微妙にちょっとワンサイズ上げたいぐらいやったらもう一個上げちゃってもね全然そんなダボダボになることはないんで、そういったところがねワンサイズ上げてよかったっていう声が多かったかなと思います。で、じゃあ逆に悪かったところ、どんなところ
ところが悪かったんかというと、まあ、このジャケットね、まあ、これだけあったかくて3万円ぐらいするからノースフェイスで結構高いんですよ。で3万円もあったらね、それはもう宝くじ買ってね人生変えたろうかと思う人もいてると思うんですけども、まあ、それをね諦めてグッと人生変えるぐらいだったらフリースにちょっと突っ込んだろうと思ってね、フリース買いはる方が多いと思うので、まあ、そうやってフリース買うってことはねある程度納得してるんやけども、それでも悪いとかありましたけど、じゃあどこが悪かったんですかなんていうとですね、まあ、レビューで一番最も多かったのはやっぱ毛抜けが多い。このどうしてもフリースの毛がね、こう先見てもらったみたいにモワモワで気持ちいいのはいいんですけども、残念ながら毛抜けが多い。でも毛抜けるぐらいだったら俺全然気にせえへんよと、まあ、そういう人もいてると思うんですよね。あの日常生活を送っててもなんか俺最近ちょっと薄なってきたなと思っても、まあ、そんなに抜け毛感じてないし、そりゃこうバッて握って全部が抜けてきたらやばいなってなるけども、なんか自然と生活してるだけで抜けるぐらいだったら、まあまあまだまだいけるっしょぐらいに思うじゃないですか。でフリースもね同じようにね、そんな毛抜けてるって言ってもね、中身見えてたらやばいしね、腕見えてるでぐらいまで毛抜けたらやばいんやけども、言うたてそこまで抜けへんやろと思うと思うんですが、これね毛抜けがやばくて一番嫌なことって何かというと、このフリース脱いだ時の内側のインナーに毛がめちゃくちゃつくっていうのがあるんですよね。多分皆さんそれが嫌や嫌やっておっしゃってると思うんですけど、その中のね服についちゃうっていうのが嫌かなというところで、まあ声が多かったと思います。まあただね、僕個人的には去年は T シャツとかの上にしかこれ着てないんでわからないんですけど、まあ例えば中にねニットとか合わせてて毛に毛を合わせるともしかしたら結構目立つかもしれんし、まあそんな着方普通せえへんねんけども、まあもしかしたらそれやったら目立つかもしれないとは思うんですけど、そんなんがあったと。でその次の利権としてはね、中に着れませんと、めちゃくちゃ細いから中着る余裕ありませんわ言うではったんですけど、まあこれねもともとそういう作りで作ってるからね、中着ること考えられてないから、まあまあそれはね用途知ってればまあ普通やねんけども、この中にパーカー着込んでロンティー着込んでヒートテック着たいんやみたいな人はね、そもそもこのフリース着ん方がいいと思うんで、まあこれはもう最低限のインナー、まあベースレイヤーっていうのを着てて、でその上にパッと羽織ると、でそれでもまだ寒かったらもう一個上羽織ってくださいというのがね正しい着方になってくるかなと思いますので、まあ重ね着しようと思ってはる方はね確かに向いてないかもしれませんというところが、悪かった点やと思います。じゃあおすすめの人ね、まあ、あの僕が思うおすすめの人はどんな人なんかというとね、フリースでねここまで首元があったかいやつって多分あんまりないんですよね。フリースって言ったら、まあ、大体はね、まあ、一般的な人が日本人が着ること考えられてるじゃないですか。だからねそんなに高くないんやけど、僕結構ね首ねあの長い系でやらせてもらってるんですよ。長い系 YouTuber としてやらせてもらってるんですけど、そういう人からしたらもうこういうの待ってたんやと、こういう首長いの待ってたんよっていう人もね結構いてはると思いますし、逆にもう首がねほんまにあるかないかわからへんなみたいな人ってね失礼かもしれないですけどいらっしゃるじゃないですか。その方はねあんま着ない方がいいかもっていうのもね、もうずっとこうやって折った状態で着とかなあかんからね、この本来の首の高さのねあの良さをね発揮できひんまま終わっちゃうと思うので、まあ、できたらこう首がね あのある程度あるというか、まあ、首があるという言い方おかしいねんけども、まあ、今まであのネックウォーマーとかずっとしてたっていう人はねもうこれ一着あったらねネックウォーマー持つ必要ないし、こうマフラーとかもね必要なくなってくるんで、まあ、僕は特にそういう方におすすめかなと思います。でまあそれ以外にやったらやっぱ若い子らはまあ男女でね一緒にこう寒くなってきて、お俺のやつ貸したろかなんて言ってね、このジャケットをね女子の方にさって羽落ちてあげたらね、まあまあそれだけでもね 80% の恋は実るんじゃないかという卓造調べのもとそういったデータは上がってきております。なのでね、まあデートの際とかにねこうアベックでねペアルックなんてしてみたらいかがですかというところがおすすめの人です。では最後サイズ感なんですけど、まあサイズはね途中でも言ったみたいにやっぱり L サイズやったら XL、 やっぱりちょっとワンサイズ上げるぐらいがちょうどいいんかなと思います。ほんまにねどうしても俺はビタビタのジャストに着たいという方は普段通りでいいと思うんですけど、もうそうじゃない方、もうちょっと普通に着たい方っていうのはもうワンサイズ上げてもいいと思うし、なんやったらゆったり着るのが好きやねんみたいな人はもう2サイズぐらい上げてもいいんかなと思うぐらいなんで、まあ、そもそも結構着丈が短めで細く作られてるっていうところでね、まあ、だから若者に人気があるんかなと思います。まあ僕みたいにねおじさんになってきたらねやっぱ腹もちょっと出てくるしね、そんなに短かったらおへそ出ちゃうし、狭かったらねパンパンになってくるから、まあ、なのでこれは比較的年齢層がねあの若い人やと思います。まあこれ見ていただいてる方もね、ああ確かにまあ僕若いですっていう人やったり、まあ年齢はねそれはもしかしたら40とか50になってるかもしれんけど、あ確かにちょっと同い年の人に比べたら俺スリムな方でねやらせてもらってるんですっていう方がね結構見ていただいてると思いますので、まあその辺がねこのジャケットかなと思います。まあ細かい仕様とかはね、まあ去年も伝えてるんですけど、ポケットがね両脇にあって胸ポケットがあると、まあそれだけで、あとはベンチレーションもあるのでフリースとしてはちょっと珍しいですよねなんていう話はしてるんですけど、まあ機能性をねよく分かった上で購入しはる30代以上の方はね、そうそうそうやねんけども、20代の方はねそのベンチレーションがどうでもいいからね、とにかくこれ流行ってるからこれ着とけと思ってね着てはるので、
まあ、そんな若者にね、あんま機能性のことごちゃごちゃ言ったらね、このおっさん機能性のことばっかり言ってるなと思って切られますので、この辺で終わりたいなと思います。はい、ということで本日はですね、ノースフェイスのバーサマイクロロフトじゃなくて何やったっけ、アンタークティカバーサロフトを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。